岩手県立千馬屋高等学校は岩手県一の関市千馬屋町にある県立の高等学校。略称は先行。1901年に軍立東岩井産業学校として開校。当時盛んだった産業分野を専門とした。千馬屋町具式に校舎を置き、1939年に校舎を現在の校舎敷地がある千馬屋町石道に移した。 戦後の学生改革によって、岩手県立千間屋高等学校へと形を変え、千間屋農業高等学校として分離した千間屋東高等学校や、本校の文校から独立分離した藤沢高等学校を統合して、現在に至る。進学と就職に分かれた普通科目を学ぶ、普通科と農業や生活科学分野を専門として学ぶ生産技術科。 工業分野を専門として学ぶ産業技術科といった三つの学科を合わせ持つ全日制の高校である。本校舎東等に設置されている校章校章は戦後の学生改革による千枚屋高等学校の発足時に制定された。1974年の学校分離により千枚屋農業高等学校に1988年の公明解消により 千馬屋東高等学校に、さらに2002年の学校再編計画により、開校した現在の千馬屋高等学校に受け継がれた。デザインは、総用にキートを廃したものである。僧樹は、生命力が旺盛にして強靭、キートは、純粋無垢、優美交渉の象徴である。すなわち、千馬屋高等学校の磯が堅固であり、絶えず進展、躍動する青春を意味する。 質実合健、質素で飾り気がなく、誠実であり、心身ともに強くたくましい人間育成を目指す。文武両道学習活動と部活動を両立させ、知、得・体のバランスの取れた人間育成を目指す。ネイビーブルー100年の伝統を踏まえた、落ち着いた色調の中に、清楚さと礼儀正しさを合わせ持っている。ありがとうございます。